こえたま、第43回放送。収録風景を生中継でお送りします。出演、木山、浩二、バク。はい、どうも。はい、皆さん、いらっしゃい。いらっしゃいませ。まだ来てないかな、みんな。いや、まだみんな来て、まだみんな来てないかな。二人。あれ、さっきの初回より一人減ってる。だから。おやおや、何やってんですか皆さん、水曜どうでしょうでも見てんのかなみんな。新作出ましたから。マジで出ましたよ、新作。新作って新しく始まったってこと？そうです。DVD とかじゃなくて。違います。今放送してます。まあ、見てない人もいるんで、何が始まったかとかは言えないですけど。ね、あのオンデマンド配信とかもしてる、はい、それじゃあ、はい、エンディングに、はい、43回のエンディングに行きます。みんなついてきてね、2人だけど。はい、エンディングでございます。はい、最後にコーナーの説明をして終わりましょう。はい、まず一つ目のコーナーがコアーナトーラン。このな、もう一回いきます。まず一つ目のコーナーコアーナトーラン。イエーイ。はい、世の中にある手を出すのが怖そうな食べ物を片っ端から食べてみようというチャレンジ精神旺盛なコーナーです。皆さんが見かけた気になるけど食べるのは怖いなってものがありましたらご一報ください。はい、でもう一つのコーナーが、はい、早押しクイズパクシンキセカンド。セカンド、イエーイ。今更人に聞けないこと、流行ってるけど何のことなのかわからないなど何でも知ってるつもりの新規さんがズバッと答えてくれます。はい、質問疑問何でも送ってください。はい、バシバシ送っていただければと思います。はい、その他僕たちへの何気ないお便りや番組の感想なども随時募集しております。募集しております。はい、その宛先がですね、はいはい、公式ホームページ、はい、アルファのメールフォームからか、はい、もしくは koe@alfa-radio.com 声アットマークアルファハイフンレディオドットコムまで直接ご応募ください。はい、送っていただければと思います。というわけでですね、約1ヶ月ぶりの声玉の収録でしたけれども、うん、あれだね、あのね、はいはい、ちょっとねテンション上げて頑張ろうと思ってたら、うん、空回りしすぎた。うん、やっぱね1ヶ月ぶりだからってね、うん、無茶しちゃダメだよ。無茶って何ですか。いつも通りやってくれればよかったんですよ。新規さんはですね、皆さんあまりわからないことも多いと思うんですけど、遅刻したりですね、忘れ物をしたりするとテンションの上げ方がわからなくなる人なんですよ。そうで、今日の収録もまあいつも通りですね、朝遅刻をしてしまったと。そうね、なんで打ち合わせがいつもより短かったということでですね、僕のフォローもなかなかうまいこといかずに、もうね、なんか全然もうフォローどうすればいいんだって思うようなことの方向に行っちゃって、僕の力不足でございます。まったくすいませんでした。はい、この後新規さんはグーで殴りますので皆さん、はい、ご安心していただければと思います。イエーイ。はい、次回の配信予定はですね、4月の27日水曜日。はい、はい、もう4月も終わりですよ。早いね。ねえ、早いですよ。時が流れるのは早い。どうしましょうね、本当に早い。いやいやしみじみ言いすぎだから。この間4月になったと思ったらもう6日だよ今。そうですよ、もう大変ですからね。今収録してるのが6日なんですけど、はい、もう次の配信もね、もう次は4月の終わりですから安心した。はい、状況変わって、刻々と状況が変わってきますけど、新規君はちゃんと殴られるんだね。皆さんにもなってると思いますので、また楽しみに聞いていただければと思います。思います。はい、以上第43回声玉パーソナリティを務めさせていただきましたのは、コウジと新規がお送りしました。またねはい、ありがとうございます。というわけで第43回の収録が終わりました。イエーイ。はい、引き続き、はい、第44回目の放送を撮りたいと思います。皆さんチャンネルはそのまま、テレビじゃないけど
チャンネルはそのままで、浮気しちゃダメですよ、他のところに、ね、よし、次はね、もうちょっと落ち着いてやろう。まあ、普通通りで、普通楽しくやって。でもね、俺が普通にやってもね、あんまり面白くないんだよね。じゃあ面白くしてください。ずっと見てるよって。ありがとうございます、ありがとうございます。僕もずっと見てるよというわけで、大丈夫、皆さん今警察を呼ぼうとしたと思うんですけど今のはちょっとシキさんの軽い冗談ですから、警察はまだ大丈夫です。もう一回会ったら呼んでいいですシキさん、シキさんが危ない人だっつって全然呼んでいいと思います。一回目はちょっと待ってくださいね。あ、そういえばさ、はいはい、なんか、はいはい、あれらしいね、コンピューター監視法だっけ、なんかそれらしいのがなんか強化されるみたいな感じのニュースを見たんだけどさ、こういう玉大丈夫かなどうだろうね、この番組摘発されないかな。新規さんが摘発されるんじゃないかな。いやいやいや、ほら一連卓勝ですよそこは。うん、でも多分放送を見ていただければね、僕は多分釈放されると思いますよ新規さんが主に危ないことばっかり。新規さんが濃厚、ね、わら違います、そうでもない。あ、いやほらみんな新規さんが濃厚って言ってらっしゃる。今一瞬引っかかりましたね何かが。また初見さんだ。あ、初見さんいらっしゃい。初見さん久しぶりですね。名字はなんて言うんだよ、佐藤初見さんかな。いや、錦鯉初見。錦鯉さんな、錦鯉とか聞くけど錦鯉はなかなか聞かないです、ね、錦鯉初見さん。はいはい、というわけでですね、初見さんの方もいるので、この後第44回の番組の収録を行いますので、このままちょっとご覧いただければと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、じゃあ次の枠に移動しますので、皆さんちょっと来てね、ついてきて、はい、今来たばっかりの人ごめんなさいだけどね、フォロミーでございます。ずっとそばにいるよ。おっと、釣られないぞ次枠へ呼ばれるところだったね。もう一回あるよきっと移動したところ。ずっと Try to the next stage. 午後2時50分です。